吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。国の政治では今行政 この事業仕分けというのが大きな注目を浴びております。この民主党主導の政権の下で今回それぞれ この予算の使われた方の是非を検討します事業仕分けが始まったわけであります。このスタートは非常にこの問題が起きまして人選等でクレームがついたわけでありますが、とにかくスタートです。ぜひ私自身はこの事業仕分けに関しては関心を持っておりますので、この大きな成果というものを出してもらいたい、財政の無駄、税金の使い方の無駄というものを正してもらいたいというふうに考えるわけであります。非常に少ないメンバーになりましたけど、この成果については非常に期待をするものであります。具体的な成果を出してもらいたい、そしてこれが国政に反映させてもらいたいと願う次第であります。政権の指示とは別にこのことをご案内しておきます。